つけたら上陸しましょう。島に上陸しましょうっつって。ん？あ、島？島？なんだこれ。舐めてんのかこの島。置けんの？置けるわ。いや、やばいだろこれ。さあ、今日も一日頑張るぞい。いや、もうなさそうだな。なんかもうね、この砂の大陸のかけらが見え始めたあたりからちょっとね、やる気スイッチがオフになっちゃったかもしれないね。猫島くんの。ああ、ちょっと待って、ちょっと皆さん、皆さん、ああやった、スクショ。きた、やばくない？やばくないですか、これ。うわ、マップの色、グロ。きたー。きたー、これ。きた、これ。きちゃー。何時間かかった？何時間かかったんだよ、ここまで。うわ、やば。希望は捨てるものではない。あ、なんか続いてるよ、こっちも。ちょ、キノコ島近くの住人さんを発見したので、ちょっとインタビューしてみましょうか。あの、こんにちは。はるか西の方から来たものなんですけども。あ、どうも。西の方から来ました。え、いいですね、ここ、キノコ島が見えるところで住むなんてね。どうですか？やっぱ行ったりするんですか、休日とか。休日はキノコ島デートみたいな。失礼ですけど、あなたたち関係は、あ、ちょっと、無粋な質問しちゃいましたね。すいません、失礼します。ちょっとね、カップルさんでした。いやー、見つかってよかったな。あとね、皆さん、これね、ご存知ない方ね、いるかと思うんですけどね、キノコ島って、すげえ、キノコ島にマグマがある。キノコ島マグマじゃん。あ、キノコ島って、ご存知ない方いるかと思うんですけども、ここね、敵モブがね、湧かないんですよ、このバイオーム。なんとだから、ここの地下にある洞窟には敵がいないっていうね、噂がね、あって。ちょっとなんかないかな。続いてる？続いてないね。上か？あ、来た。さあ、洞窟にたどり着いたんですけども、ほら見て、ちょっと地図持ちながら行こう。ここは完全にキノコ島の地下ですね。ほら、敵が全くいません。こんな洞窟が今までありましたでしょうか？いいえ、ケフィアです。すごくないですかこれ。これ暗いかな。暗くて全然見えないかな。そう、でも敵がいないことをこうインパクティブに見せるために、あんまり松明はね、つけたくないんだけど。インパクティブってなんだよ。まあ、かといってね、別に、このキノコ島に来たところでもうすることないんで帰るんですけど。いやー、でもこれで、どうですか？これ、暴言の時間達成ということで。はい。なんかいっぱいあんな、まだ結構な。これ、いやー、なるほどね。まあ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 。まあまあ、いろいろありますよ。でもそれは、まあまた、いつかのお楽しみということで。いやー、帰ろう。楽しかったなー、この旅。